皆さんこんこにちははバンでございますイエイエイ、えー、今回ンの初心者カメラ講座カメラ初心者講座第5回ですね第5回までよくきついてきてくれてますねありがとうございます。えー、あのー、あれですよメオの見てもらってる統計ね売り上げ統計なんですけど有料の方は。 を見ていると皆さんねあのご自分のペースでどうもじわじわ進まれているどう特定の個人がどれを見ているというのはわかんないんだけどあの何人ぐらいの方が何人ぐらいというか何人の方が見てくださっているかというのももちろん統計で見えるんですねそういう報告が来るんですね。なので、えー、なんかね順番にちゃんとその1回は群れだったけど2回3回4回順番に増えていってるんですよじわじわ。 で必ずしも先に見ちゃってからやってるわけじゃなくて皆さん結構撮りながらあの自分のペースで見てくださっているんだなというのが結構分かってるのでこれはいいことだなと。 いいですけどね自分のペースで最初に見ちゃう人もいますからね全然それあれです。で今回第5回前回は、えー、何やったっけ画角とかのお話をしましたよねあれすごく大事です。えー、で次に今回やるのは光ですねついにカメラの、まあ、カメラの中のこともちょっとやるんだけど、うん、あのカメラの中のことからついにカメラの向こう側のことですよね被写体の側そうですね被写体の側環境の側その辺について今日は手を突っ込んでいきますので皆さん楽しみにしてくださいね。